白川志賀門から1818 18年5月15日は、江戸時代の大相撲の大関である。では国出身。地元では、坊沢の徳として、民話の題材になり、語り継がれている。1796年に、与内沢に巡業に来た大関小野川に見込まれる。後に、大関、柏戸総五郎の弟子になる。1810年に桑の弓徳上門の嗜名で、 初入幕する。11月に、関脇、翌年1月には、白川氏が上門と改名し、西大関に昇進する。翌年に、白川氏が上門と死にし関脇になるが、そこで引退する。白川氏が上門の検証秘密の石は、徳江門の力士1781年に、現在の北秋田志望沢村に生まれる。は、で、父は、渡る門とって、 津屋目標への分家である。母は、野戸屋茂右衛門の娘で、体育肥満の女性であった。幼少時には、父が創生し家庭は貧困であったが、体格に優れていて、非凡な改力を持っていた。1796年8月に、与内沢に江戸相撲の巡業があり、16歳で、大関小野川に見込まれ、江戸標に出る。当時小野川から与えられた、嗜名は、 山姿徳衛門であった。その後、数年で、柏戸総五郎の弟子になり、桑野弓徳衛門の嗜名で、初入幕する。ある年、初代妙高乱の相撲があった時、抜群の成績を残し、終わり校の賞賛を受けお抱えの相撲取りとなった。そして、白川氏が上門と改名する。白川には得意の三手があった。山形なと劇、絞りの三手であるが、 これを使用すると、相手は軽くて負傷重くて死に至らしめることから、師匠の柏戸はこれを封じた。ある時、将軍家を抱えの力士坊が、密かに白川を訪ね、金子三百両を差し出して、勝ちを譲るように懇願した。白川は同情して承諾したが、次の日は、将軍上乱相撲とあって、前夜の約束を履行することができず、終わり行は、 白川の身を案じて、白川を帰国させることにした。これで、白川は江戸大関の地位を失ったという。当時、終わり港からの頂戴品として、第八社に二台の品目があった。今泉村のサブロベに委託して保存していたが、後に遊ぶ村の豪農の素内人材門に伝えられたという。同家には化粧回しや釜が保存されていたという。白川は帰国後農業に従事していた。 師匠の柏戸が南部藩を巡業していた時、南部藩某の関破りの申し込みがあった。関破りは、飛び入りのため力士がことごとく破れる時には一度切腹するものであった。申し込みをした坊は、身の丈が小さいものの、マレオの怪力で柏戸も難色を示した。急遽、使いを白川のもとに送り助力を求めた。白川は招きに応じて、 彼に退治したが、さすがの白川も力及ばず、柏戸はそこで激励し封じ手の三手を許したので、藩志望は即死した。柏戸は、5害を避けるために、仙台藩周りで帰国させた。1821年で、白川が41歳の時、柏戸の津軽藩への巡業があった時に、再度招きがあった。白川は、親友の万蔵と酒月を交わして別れたという。 津軽における白河の敵手は文吉というもので津軽一を誇る孔のものである。前年まで白河はこの文吉に負けていたがこの年は彼を片手で投げ飛ばした。これを以降に白河は毒殺されたという1818 18年話による江戸時代の記録伊豆園沢一巻では文政の頃に死亡したとある。白河の辞席は古記録がなく いずれも公費によるものである。これは、白川の親友の万蔵の語るところを、孫の聖吉に伝えたものである。万蔵は後に士郎と解明し、白川と同年の生まれだが1874年5月の94歳まで、生きたという。白川は、坊沢の徳と呼ばれ、体重32巻、身長5尺8寸、肩幅脅威が広く、縦横同じの方形の体格であった。 葉は、小葉密生して三十四枚、性格はやや愚直で、退職感であった。南部藩に赴いたときに、一とより、に二んには、酒胡椒を飲食した。十二所の茂木ぎに居候をしたときには、白川は胡椒四人でようやく持ち上げられる火鉢を、片手で軽く持ち上げたという。青年時代に、高野寿村の成田中右衛門には課税として入ったとき、 西銀十六巻が入ったカマスを、ウスの上に置き、徳の力量を試そうとした。十右衛門はカマスに底辺をかけ、ウスからカマスを悲惨させれば、商与とすると戯れに行ったが、彼は底辺で一撃を加え、瞬時にして、カマスを三軒の向こうに飛ばしたという。坊沢に、財村中にダバに、米ごとをつけ、林村の綴り子村に赴く途中にぬかるみに、 馬の足が取られ歩行が困難になった。そこへ、津軽港の大名行列があり、警告の声も眼全に迫っていたので、彼は、やむを得ず馬の足を取って路傍に動かした。一行はその海力を驚嘆しつつ通過した。白川の力石は、某、沢村長屋筋の墓地内にある巨大な秘石である。白川が山中から運んできて、一行胸の墓地内に設置したものである。 幅が3尺、高さ3尺、厚さ1尺7寸で、目方は約200巻である。現在この秘跡は風化して告字は不明であるが、明治期には判読できたようで、1911年、大田の長谷川先蔵の調査によると、明和六年四月十四日法名を百本前と刻んでいたという。これは、記録によると法暦から明和期の高能長い家による石踏みと推定でき、 法名は、釈明前の読み誤りと推定できる。永安寺は、相当州であるが、この地方に一向胸の信徒が多いのは15世紀に、能戸や加賀に一向一揆があり、その乱を逃れて、沿岸地方に難民が土着し、その後神殿開発のため沿岸地方から移動した、ものである。大沢村では、相当州のダントとの間に摩擦が生じ、 漢方元年には村内に憤議があったようで、久保田藩の神社奉行より、王、沢村の一行を胸のぶとは発見までと制限すべきと申し付けられた。ところが、翌2年に一行衆とは、野代の上苗寺の段下になりたいと藩に訴えたが、藩ではこの村は差し触りのある村であるからと態度を変えなかった。徳右衛門は、その発見の中に入っている。この事件は、一行、 曹操道として伝えられている。白川の力石の隣にあるのは、白川志賀江門の日で防災の時計会と財産管理会が白川の自責を検証して1966年に建てられたものである。かつては全日本相撲大会で永安寺に合宿する選手は一度は力石の前に足を運んだ。大館市のお四天皇神社の相撲奉納に参加した徳は、 勝ち残った、片山の二刀モンと勝負がつかず、力比べをすることになった。長木川の流木を、流れの真ん中で両足で踏ん張って、右手に一本、左手に一本と八字型に止めたが、勝負なし、次はその流木を河原に投げて積み立てたが、これも、勝負なし、次に丸太を引き抜いたが三段目を引き抜いた時点で、たった一本の差で、二刀モンの勝ちとなったという。 大沢の長崎聖十郎は、徳と信仰があり、大関時代に、巡業の時、東内輪を記念として送り、それが、同家に保存されているという。金号の同年配の若勢には、力自慢が数人いて、徳と、功をつつけがたい万太という若勢がいたという。1769年生まれという伝承もある。会力は、母親譲りだという。母親は、 男まさりの大女で、ロバタで乳児に父を含ませながら、二滝の釜を片手であげおろししたと伝わっている。力石は、徳が一人で運んだものだが、石踏みを立てるときは若者20人でやっと運び上げた。桑の弓の嗜名は、佐竹の殿様からもらった。佐竹の殿様は、代々あまり相撲好きではなかったと言われるが、たまたま目に留まった、彼は殿様から名前をもらったという。 禁じ手の3手によって、九州巡業では死傷者が26人、江戸でも11人も出たという、入幕後の成績も禁じ手のためである。300両を持ち込んで勝ちを譲るよう頼まれた県では、人情厚い彼は金を押し返し、しかし負けることを承諾した。やがて迎えた晴れの土俵、いざ勝負となると恩義ある、終わり行の名誉のためをもって、意を決し2番とも勝った。 終わりは校難を恐れて、お抱えを解き、帰国させることにした。その時の長ょの品は、第八社で二台あったと言われる。石碑は、白川の150回期の前年の昭和40年8月15日に、除幕式を行われた。盛大な記念相撲大会を開催し、郷土の生んだ力士を忍んだ。徳五郎という力士は、文政の頃に死亡した。その子孫は、 小作農民として今もある。坊沢の徳の名も力があり、院内銀山に夫婦で炭焼きに行った時、その女性は炭を五十貫名も背負って、山の難所を往来していた。苦しい様子もなく、足の小村に荒縄で三箇所しっかりと結んで歩いたという。ありがとうございます。